All right, hello everybody, and welcome back to Amnesia Memories. So we finished off, and we're going to do probably the fandom's favorite route besides the mystery one, which I can't tell you because I'm not going to spoil. This is probably the fandom's favorite route. That's not a lie. So Clover is Kent. And we've seen a little bit of him in different worlds, and he's very hard, and he makes you do math. I don't, like I said, I don't remember too much about it. I just remember that he was very challenging, and he literally made you do math at one point. He's very hard to read, so it's funny, because it's almost like Ikki in a sense that it's hard to understand what you're supposed to do, but he ended up surprising me and being one of the sweetest stories I have ever played. It was so good. So that's why we ripped off the bandit with Diamond World, so we can have the Clover World, and we can have our sweet, sweet Kent. So let's dive into it. Ah, 目が覚めた?気分はどう?どこか痛くない?僕のことわかる?オリオン?よかった。パラレルの中間で話したことはちゃんと覚えてるみたいだね。うん、気分も悪くなさそうだ。まずは一安心だね。はい、おふざけはここまで。一応改めて言うけど、僕の名前はオリオン。もちろんちゃんと覚えてるよね。これから君の相棒になる精霊だから。I love you. よろしくね。You are so such a sweetheart. それじゃあまずは家族に相談してみようって話だったね。家族から君の情報を聞けば記憶なんてすぐ戻るよ。ただ問題はね、君一人暮らしみたいなんだよね。いや、君が寝てる間に家の中を見て回ったんだよ。君んちワンルームマンションみたいだね。日当たりよし、収納多し、風呂トイレ別、室内洗濯機か、築年数も割と浅め、モニター付きインターホン完備、解錠ボタンがついてるとこを見るとオートロックのマンションなのかな。セキュリティも万全ってわけだね。君って見たところ高校生か大学生くらいだと思うんだけど、相談できる家族がこの場にいないってことなんだよ。単に一人暮らししてるだけなのか、天涯孤独の身の上なのかはわからないけど、ねえ、君自身はこの部屋を見てみてどう？何か思い出さない？ Hold on. Okay, we are in the right one. Why is it coming up green? I thought I erased it. Ah, whatever. 思い出せない。そっか。まあそう都合よくはいかないよね。一人でパジャマ着て寝てたんだし、君の部屋だってことはほぼ確実だと思うんだけどね。とりあえず君も部屋の中を見てみてよ。引き出しの中とかさ。Maybe this is just the same intro. 僕、人類のものには触れられないからそのあたりはノーチェックなんだよね。僕が見てわかったのは君が一人暮らしだってことと、今が8月らしいってことくらいかな。ほら、カレンダーが8月になってるでしょ。その割には快適な温度だけど。ということで、まずは自由に探してみてよ。Yeah, this seems like the same. カバン。は。Maybe it's the same intro as Ikki's. よし、これだけで随分いろんなことがわかるぞ。やっぱり君の名前は君が自分で思い出した通りの名前だったみたいだね。もちろん。それから君は大学生みたいだ。心理学科の1年生。心理学科。学校の住所も書いてある。これならちゃんと学校には行けそうだね。ん、でも待てよ。今は8月なんだよね。それだと大学は夏休みじゃない？I just want that a little tiny bit lower. え、精霊なのに大学の夏休み期間なんてよく知ってるなって?
僕こう見えても人類の常識には結構詳しいんだ。あれ、ってことはラッキー、これで今月中は猶予ができたね。大学が始まって雑多な人類の思惑や欲望にさらされる前に記憶を取り戻せるかも。たくさんの人に会えば会うほど記憶を取り戻す可能性は高まるけど、騙される可能性も高くなるからね。夏休み中で自由な時間があるのはすごく運がいいよ。今月いっぱいを目標に頑張ろう。 This literally feels like the same intro. うん、他の人は会うかもしれ…会わないで。まだそんなこと言ってるの？いい？そんな甘いこと言ってるとすぐ悪い人類に騙されちゃうんだからね。人類の 99% は自分の欲を満たすことしか考えてない貪欲な生き物なんだよ。人類の世界に降りたことのある先輩から僕も怖い話をいっぱい聞いたんだ。だから君も絶対油断しないで、変な人に騙されちゃダメだよ。それじゃあ、あ、携帯発見。これだよこれ、最高の情報源。中身をチェックしてみよう。メールや通話の履歴を見れば何か思い出せるかもしれないよ。うん、急いで。お母さんとか親友とか疑う余地なくはっきりきっぱり書いてないかな。あ、早速情報発見。今日は8月1日みたいだね。ほら、ディスプレイに表示されてる。やったね、夏休み丸々1ヶ月余裕がある。I like how the better routes don't have you starting in the hospital. それじゃあアドレス帳を見てみようよ。家族っぽい人の番号がないか調べてみよう。なんなら片っ端から久しぶりとか言って電話かけてみたっていいよね。なんか情報のかけらくらい喋ってくれるだろうしさ。携帯って情報の宝庫だよね。で、あれ、アドレス登録件数1250件、まさかの4桁。君って友達多いね。あ、歯医者の番号とか学校の番号とかもたくさん入ってる。なるほどね。いや、それにしたってこの件数はないでしょう。君こまめに登録しすぎ。このアドレス帳全部チェックすればどっかに情報隠れてるかもしれないけど。Just don't have Toma in this route and I'll be a happy duck. そこまで手間かけてらんないね。次、メール履歴。って、あれ？受信メール総数5件？ 1250 件もの連絡先を登録しておきながら、受信メールはたった5件？君ってちょっと寂しい子だったのかな、なんて。あ、ごめんね、あんまり追求しないよ。5件のメールをくれたお友達は誰かな。あ、みんな同じ人からだ。しかも、あれ、なんだ、一番古いメールが3日前じゃない。わかった、君さ、携帯買い替えたばっかりだったんだよ。ほら、よく見てみたらこの携帯ピッカピカじゃん。見るからに新品だよね。で、3日前に買い替えてから今までに届いたメールが5件ってわけだ。うん、それなら納得。それじゃあこの5件のメール内容をチェックしようか。それではまず、君が携帯を新しくしてから最初に記念すべきメールから言ってみましょう。 It's really cute. Ah, I hate that it does that. シンプルだね。よっぽど親しい人なのかな。まあいいや、それでは次のメールに行ってみましょう。さあ、2番目のメールは？うん、とてもシンプルだ。おい、毎日同じ人から同じ内容じゃん。しかもほぼ同じ時間。はあ、数少ない情報源なのにさ、この人は何がしたいの？メッセージ書くことが減ったかも。まあ、好意的に解釈すればそういうことかな。それにしてもこいつ、本当にめちゃくちゃ律儀にメールしてきてるよね。やる気ゼロっぽいのに。一言だけのメール。毎朝毎晩の挨拶、男の名前。
ここから僕が推測できる関係はたった一つ。こいつは割と高い確率で君の彼氏だ。How do you know that? じゃなかったらこんなメール連続で送ってくるなんてうざすぎて着信拒否者だよ。あ、噂をすればだよ。はいはい、順番からするとおはようかな。おはよう。おはよう。お、メイド羊にいる。話を。I'm not even laughing because he's just so cute and so oblivious. Beside, he's a genius. It's so oblivious. これっていきなり別れ話モードに入ってそうな雰囲気だね。もしかして不愛想な彼氏に君が切れたって感じかな。やれやれ、いきなり難易度高いな。で、ちょっと待った。何変身しようとしてるの？よく考えて。あのね、今の僕の推理が正解なら別に変身しても構わない。でも違うかもしれないんだよ。こいつがもし単なるストーカー野郎だったらどうするの？ほら見てよ、送信メールの方、君からは一度も変身してない。誰かもわからないやつに変身するくらいだったら直接会って反応を見た方がマシ。とりあえず会いに行ってみて、ヤバそうなやつだったら無視して帰ってきちゃえばいいんじゃない？でもさ、もし君の彼氏だとして、彼氏との喧嘩って大抵ものすごくくだらない理由だよね。例えばこの不愛想すぎるメールが原因で喧嘩したとかだったら別に何の問題もないわけだ。もし真剣に交際中の彼氏だとしたら、記憶喪失の相談相手になってくれる可能性はとっても高いよね。そう考えるといきなり彼氏らしきやつが浮上した今の状況って結構ラッキー。うん、いける。それはいけるよ。よし、それじゃあ早速メイドの羊ってとこに乗り込もう。 We trusted Toma really quickly. ってどこだよそれ。いや、でもここで話し合おうって呼び出すからには話し合いができる場所だよね。あ、そういえばこの世界にはネットっていう便利なシステムがあるじゃない。メイドの羊がなんだかわからないけど、変わった名前だし調べてみたら案外簡単に出てくるかも。メイドの羊、メイドの羊と、お、そんな妙な名前の店が一軒だけあるね。何あなたのメイドと羊がいつでもお帰りをお待ちしております。これはメイド喫茶で羊喫茶なコンセプトカフェってやつかな。そんな店を大事な話し合いの場所に指定してくるこのケントって男は一体何？まあとりあえず喫茶店の一種には違いないし、ここで正解っぽいかな。よし、ケントとやらの趣味については後で追求するとして、とりあえず道順を調べようか。 Why is this the first world we looked up directions and thought of this? 多分一度外に出れば電柱か何かにでも書いてあるんじゃないかな。 Very stupid, that's why. その住所からメイドの羊までの道順を検索して、とりあえずお店に行ってみよう。行ってみよう。1時間の後。しかしなんだね、ちょっと涼しいよね。これ秋とかの気温だと思うんだけど。ねえ、8月って何かの間違いじゃない？携帯買い替えた時に日付が違ってるの気づかなくてそのままとかさ。いや、わかってるよ、カレンダーも8月だったよ。でもこの世界の8月ってこんなに気温低くないと思うんだ。こんな異常気象じゃ人類の君は風邪をひくし、そうすると君と同化してる僕も辛いんだけど。いや、まあ異常気象による人類の危機についてはとりあえず横に置いておこうか。今問題なのはメイドの羊だよ。でもってケントだよね。プリントアウトしてきたこの地図を見る限り大きな駅の近くみたいだね。歩きついでに見慣れた景色を見て君の記憶が蘇るといいな。おお、でっかいビルが見える。きっとあっちの方だね。見覚えはある？わかんないかな。 I love Orion. He's so cute. Is our sexy mystery man gonna show up in this one? I'd like it if he... 随分生活習がなくなってきたね。地図だとこの近くなんだけど。お、繁華街に出た。おお、あったよ、メイドの羊。着替えとか住所調査とかもろもろ含めてここにたどり着くまで約1時間半。ここまでは順調だったけど、問題はここからだよ。ん？
彼氏かもしれないし、ストーカーかもしれない正体不明の男と記憶喪失だってバレないようにお話をする。しかもお話し合いの内容は多分別れ話だっていう超高難易度問題だ。ごっくり。I love how it's just a boyfriend or a stalker. It's not a friend. It's nothing in between. It's either a stalker or a boyfriend. Done. Good. Great. Fantastic. Okay. Let's go. Hey, you're a retro and relaxed shop. You're a retro andで、そもそもケントってドイツなんだろう。君か。あ、この人？ってなぜ猿？お前か。Oh no！ 待ってたよ。Go away！ この人か。で、また去られた。二人とも単なる知り合いなのかな。彼氏がここで待ってるのを知ってて、挨拶で声かけときました的な感じ？あれ、でもあの二人、この店のウェイターだよね。なんで君の名前知ってんの？もしかして君、ここの常連だったのかな？まあ、それはそれとして、ケントはどこだろう？今から座ってはず、座るはずです。そうだね。知らない道を歩いてきて疲れたもんね。よし、とりあえず君の好きな席に座ろう。話があるのは向こうだ。話したければ向こうから来るはず。というわけで着席。Wouldn't that be super weird though? うわ、でかい人。何のつもりだ。私の前には座りたくないという意思表示か。それならなぜこの店に来たんだ。私はね、君、独身術が使えるわけではないんだ。口にしてもらわなければわからない。君が私の態度に対して文句を言いたいのはわかった。だが、それならば要求をもっと明快にしてもらいたい。ああ、こいつがケントか。私は女性との交際について私なりに調べた上で行動している。その上で足りない部分があるなら善処しよう。だがまずは不満を言ってもらわねば始まらない。オーケー、こいつは間違いなく君の彼氏らしい。でもって君とこいつが喧嘩してたのも間違いなさそうだ。聞いているのか。なんとか言ったらどうなんだ。 No。よくわかんないけど、とりあえず何か答えなきゃだよね。で、あれ？喋るって、タメ口で？それとも敬語？こいつ年上だよね。君、自分が年上の彼氏にタメ口で喋るタイプだったかどうか、わかるわけないよね。I hate this question. I never know the answer to this question. I always get it wrong. Well, This is hard for me in English because these situations are hard for me in English because it's very different, right? In English, we don't really, like, you'd probably never say, please have a seat. But the difference would be is, suatte versus suatte kudasai. So, tabun. Suatte kudasai? Oh no.違った。君、すまないが私のコーヒーをこの席へ、それから彼女にカフェオレを。かしこまりました。で、え、あれかな。とりあえずノーリアクションってことは敬語が自然だったのかな。 He has no reactions ever. でかいよ、怖いよ。なんだと言うんだ一体。文句があるならいつものように縦板に水でまくし立てればいいだろう。そうすれば私の方もいつも通り論破させてもらうだけだ。黙っていては何が不満なのかわからない。なあ、議論に負けるのが怖くて黙っているのか。首相になったものだな。どうせ首相になるならたまには素直に謝るという芸でも見せてみたらどうだ。そうすれば万事解決だ。何しろ私は別段怒っていない。怒る怒らないなどという段階ですらない。なぜなら私には未だになぜ喧嘩になっているのかさえ分かっていないんだからね。分かってないくせにむちゃくちゃ喧嘩腰だね。あの意味のないメールがうざいとか、いちいち上から目線がムカつくとか、不愛想で怖いとか、でかくて怖いとか。記憶を失う前の君の不満は想像するしかできないんだよね。
向こうもわからないならいっそ謝って喧嘩を終わらせちゃうって手もあり。本当に何が不満なんだ。言えない理由でもあるのか。なら何をしにここへ来たんだ。昨日はあれだけ怒っていただろう。いい加減黙り込むのをやめろ。不満があるなら端的に言え。I feel like we shouldn't be mean. We should just apologize because we don't know what we did. 昨日のことから本当にごめんなさい。君、どういうつもりだ。なぜ謝る。何があったんだ。Hey. 何の理由もなく突如謝る気になったなどとは言わせないぞ。そんなことは起こりえない。あのさ、謝っただけでそこまで驚かれる君って今まで一体どんな態度してたの。どうしたんだ。まさか脳に障害でも起こしたんじゃないだろうな。ビビビビビビ、何、ちょっとやばいくらい疑われてる。まさか君から謝ると。世界には割り切れない謎がまだ山と残っているな。ごめんなさいごめんなさい。謝っただけで世界の謎とまで。そのなんだ、私も悪かったな。君の不満はわからないが、とにかく大人げない物言いをした。すまなかった。今のは結果オーライかな。まとまらないならいずれ話してくれればいい。もちろんメールでも構わない。今現在特に言いたいことがないようならもう店を出よう。長居をしてしまったからな。あ、今日の君は本当におかしい。 I'm not weird. I'm just not... すまないが、この宅の会計を私の分と一緒にしてくれないか。かしこまりました。少々お待ちください。なんとかこの場はしのいだみたいだね。しのいだっていうか、黙ってたらこいつが勝手にいいように解釈してくれたんだけどさ。まあこいつ自身怒られてる理由を分かってなかったとこを見ると深刻な問題じゃなかったんでしょう。浮気してたとか借金してたとか暴力振るったとか、その他大問題があったなら当然本人も分かってるはずだし。何をぼーっとしている。会計を済ませて出るぞ。ここの勘定は私が持とう。いや、君は計算が苦手だったな。No! 少し日常生活を利用して鍛えた方がいいと常々思っていた。 This route makes you do better. では、君がすぐに合計金額を暗算できたら会計は私が払おう。できなければ公平に半額ずつだ。え、なんでいきなりそんな話に。記憶喪失だけで手一杯の人間に殺生な。私の頼んだブレンドは670円、君に出してもらったカフェオレは780円。 I hate you. 合計はI hate you. Okay. 1450円。正解だ。さすがにこれは簡単すぎたか。I hate you. すまないな。自分の教え子はつい試したくなってしまう。え、教え子？約束通り、ここの勘定は私が持とう。ああ、but... では、今度こそ行くか。That's right, you pay. 教え子って何？もしかして、教師と生徒の禁断ラブなの？っていうか、ラブでもなんでもない単なる教師と生徒だったりして。いや、さっき女性との交際がどうのって言ってたよね。間違いなく君の彼氏だよね。で、悩んでる間に出てっちゃったし、追いかけよう。追いかけ。少し歩くか。それより教え子の件を。で、こいつ歩くの早。これ競歩？ねえ、置いてかれちゃうよ。I can't stop laughing. どこに向かってるのかな。 I forgot about this. せめて雑談とか何かないんですかね。ねえ、君からも何かって下手なこと言えないか。駅？ここからどこか行くのかな。え、まだ歩くの？ I remember this. あれ、ここって来るときに見た覚えがあるような気がする。ここ君ん家の近くだよね。もしかして送ってくれたのかな。 That translation was wrong as well. やっぱ送ってくれたんだ。すっごく不愛想だったけど意外と紳士かも。もう少し歩くか。はい、私には特に興味を惹かれるものがないのだが、
君にはあるのか？あるなら言ってくれ。あの、何を言ってるんだかわかりません。この競歩の目的は何？健康維持？このところに何で歩きましたか？意図が伝わっていなかったのか。デートのつもりだが。デート？これが？友人に付き合い始めの男女が取るべき行動を聞いたら、無目的に駅前などを歩けばいいと言われた。だからその通りしたまでだ。だが、これに何の意味があるんだ？いや、その友達は多分ウィンドウショッピングをしろって意味で言ったと思うんだ。私には男女交際の仕方などよくわからない。繰り返すが、要望や不満があるなら具体的かつ端的に伝えてくれ。では、特に何もなければ私は大学に戻る。またメールする。行っちゃったよ。謎の時間だった。まあ、あれだ。はっきりしたのは、ケントが君の彼氏で、しかも二人はまだ付き合い始めたばっかりってことだよね。君のこと教え子って言ってたけど、大学の講師にしては若すぎるよね。教育実習か何かで一瞬教えたのかな。うん、とにかく真面目そうな彼氏なのは間違いない。でも問題は、真面目すぎていろいろ間違っちゃってるってとこだ。記憶喪失だって言えば心配してくれるだろうけど、疑う余地なく 100% 病院行きだろうな。まあ、とりあえず当面の問題はなさそうだし、あいつから君の情報をたぐっていこうか。 Actually, I think that telling him about the amnesia would be fine. Telling Iki about the amnesia was fine because he had the eyes. You said you're not satisfied with just good morning and good night. So what else do you want me to write?君に文句言われたのを真面目に捉えてるんだね。まあ、記憶を失う前の君があいつに恋しちゃってたなら、何か優しい言葉が欲しかったのかもね。例えば、会いたいとか好きだとか、そういう言葉がさ。喧嘩の原因はやっぱりそっけないメールかな。ものすっごくしょうもない喧嘩だね。それでこのメールにはなんて返信しとく？Oh, I don't like the top one at all. That's very cold. So I guess. おはようとおやすみはいいです。何？昨日の。I don't complain. 本当に頑固でした。何ですか？ I'm trying to adapt with your, to what you consider a relationship. I prefer if you expressed your complaints. To be honest, I'm not very capable at texting the way you'd like. It would be much easier if I could just send short messages. 複雑な男心だね。そうだよね。めっちゃめんどくさいけど、彼女への点数稼ぎもしたい。難しいところだよね。とりあえず情報の引き出し口は見つけたね。今日はそれだけでも十分だよ。あいつは相当変だけど、少なくとも悪いやつじゃなさそうだし、当面接触してもいいんじゃないかな。精霊が取り付いたなんていう突飛な相談だって、いつかはバカにせずに聞いてくれるかもしれないよね。可能性はいつだってゼロじゃない。大丈夫、心配しないで。きっと君の記憶は戻るよ。それまで僕がついてるから。とりあえず明日は改めて部屋の中を探してみようか。今日は細かいところまで見てないしね。とりあえず今日は疲れたし、もう休もう。What was I gonna say? Well, in the other, like I was saying, in Iki's route, he is very like accepting of the magical nature of things that seem to happen in this world.I'm sure he would accept it. He'd probably be sad, but accept it. 今君がめくってたその手帳、ちょっと一つ前に戻して。ほら、そこに書いてある8月の君のスケジュール。この毎週木金土曜日につけられてる赤丸印って一体何のマークだと思う？マイトですか？普通に考えたら、毎週同じ曜日に入ってる用事ってバイトか部活じゃない？例えばこれが部活の予定だったとするよね。部活にはたくさんの部員がいる。
みんな君のことを知ってて君が来るはずだって思ってるよね。このまま漫然とその日を迎えたら、すぐになんであいつは来ないんだって大勢から探されるんじゃない？今日は火曜日、次の赤丸印が木曜だから、今日を入れて2日の猶予がある。今日明日で用事の内容を探って準備しておかないとまずいよね。今のところ情報の糸口になりそうなのは、記憶を失う前の君を知ってる3人の人たちかな。彼氏らしいケントはもちろん、昨日のお店にいたウェイターさんも君のことを知ってそうだったね。 No, don't want, please. I never want to see him. 仮にも彼氏なんだし、ケントから当たるのが順当かな。って、電話来るタイミング良すぎでしょ。 I think he's fine in other route. Well, なんとかきっかけを見つけて君の予定を探ってみよう。今日は来ないのか？は？今日はバイトではないだろう。まさかとは思うが、一昨日の件をまだ怒ってるのか？お望みならもう一度謝ろうか？一昨日は悪かったな。で、今日はもう来ないのか？もしかして今日はケントと会う約束してたのかな？今日はバイトではないだろうって確認してるってことは、バイトのない日は会う習慣があったの？てかバイト？あの手帳の丸印はバイトか？それってめっちゃやばいよ。君は何にも覚えてないのに。どうしようか。なんとかバイト先を聞き出せないかな。そしたら今日明日で様子見られるし。どうした？予定があるのか？仕事まで、仕事までに散歩にしませんか？何？何？昨日散歩していた時、君は楽しんでいないように見えたのだが、やはりあれで良かったのか？いや、良くないよ。恐怖なんて全然良くない。まあ、君も知っての通り、私にとって散歩は日課だからな。悪くない誘い文句ではある。しかし、わざわざ休日に職場へ行きたがるとは、奇特な人間だな、君は。だいたい、昨日も行ったばかりだろう。え？ああ、なるほどね。大方君は、昨日店に忘れ物でもしたのだろう。しかしそれを正直に言うと、私にからかわれると思って適当な理由をつけて店に行こうとしている。そんなところではないかな。バカ正直な君にしては珍しく考えたな。しかし知っているか、個人は言っているぞ。下手の考え休むに似たりとな。要するに昨日の店がバイト先なんだね。 Thank you, Ryan. I appreciate your translation. でもそうか、だからウェイターさんたちが君の顔と名前を知ってたんだね。さてどうしたものかな。誘いはありがたいが、私は研究を進めたいんだ。は？今日会おうって話じゃなかったの？もし私の野暮な想像が当たっているなら、忘れ物を取りに行ってからこっちに来ればどうだ。それでも十分時間はあるだろう。ちょっと待って。こっちに来ればって言われても、まずどこにいるの？ケントの家？場所知らないよ。っていうか、できればバイト先でお茶しながらじっくりバイトの様子を見たいよね。ねえ、どうする？なんて答えようか。Top one's a little weird. The bottom one's also a little weird.喫茶店にウェイトを見てみたかったんです。君は面白いことを考えるな。それは人間観察か、それとも同僚の仕事ぶりの観察か、あるいは自分の店の雰囲気を客として第三者的に体感し、今後の接客に生かそうということか。なかなか興味深い意見だ。ならばそれもいいだろう。どうせならば店のマニュアルを借りて照らし合わせてみるといい。マニュアルの不備も確認できる。気が済んだらこちらに来るといい。じゃあな。言いたいこと言って切っちゃったよ。でもマニュアルを借りるってのは名案だね。よし、まずはメイドの羊へゴー。メイドの羊へゴー。お帰りなさい。ま、君か。昨日も思ったんだけどさ、この人ウェーターさんなのにすっごい愛想ないよね。執事さんがこんなでいいの？今日はムーンシャインビルでイベントがある。満席だ。え、ああ本当だ。今日は人でいっぱいだね。これじゃあ一応スタッフのはずの君が席を占領するってわけにはいかないか。たたたたた。
マニュアル彼に来ました。マニュアル、ああ君は先週客にティースプーンを出し忘れていた。 Oh no! そうなんだ。君の工学心は立派だ。マニュアルの貸し出しは店長権限で許可する。あ、この人店長だったんだ。マニュアルだ。とりあえずお礼言っとこうか。うなずいて去って行っちゃった。なんか幽霊みたいな人だね。ちょっと店長怖かったけど、無事にマニュアル借りられてよかったね。店の様子見はできなかったけど、マニュアルがあればいいでしょう。バイトの日だと思われる木曜日まであと2日、きっちりマニュアルで勉強すればきっと記憶なくても大丈夫だよ。で、次はケントのところへ行くかどうかか。まあ、どこにいるのかもわかんないし、とりあえず帰ろっか。あれ、ケントだ。なんでこんなとこ歩いてるんだろう。もしかして君のこと迎えに来てくれたのかな。っていうか、歩きながら何か考え込んでるみたいだけど。とか言ってるうちに電柱にぶつかってるし。ん、邪魔な電柱だな。ああ、君、もう帰ってきたのか。散歩がてら迎えに来た。行くぞ。で、電柱にぶつかった件は鮮やかにスルーですか。それに行くって、どこにだろう。どうした、来ないのか。君は今日うちに来ることに対して初めから否定的だな。やはり一昨日の件を気にしているのか。だから文句があるならあると素直に言えばいいだろう。聞いてやると言っているんだ。そうでないならなんだ、もう別れたいのか。はい。だとすれば素晴らしい速度での意見転換だな。君と私が付き合い始めてからまだ1週間と経っていないのだが、君はもう白旗をあげるのかな。白旗だ。まだ1週間も経ってないんだ。なんだ、一言の反論もできないのか。いつも通りスズメのようにさえずってくれて構わないんだぞ。っていうかさ、わざわざ迎えに来といてなんで思いっきり毒づいてるわけ。 Ryan's shattering enough for both of us。 1週間のカップルって嬉しい、恥ずかしい、青春のメモリアル作成中じゃないの。この殺伐とした関係は一体何で、結局君は私の部屋に来るのが嫌なのか。男の家に行ったことはちょっと。なんだと。あれ、怒った。それは何かな。私が君と二人きりになったら不埒なことをするのではないかと考えているのかな。言わせてもらうが、男女交際というものはまず可能な限り共に過ごすことから始まるものだろう。そして手をつなぎ、順次法要や口づけなどを交わし、その後に先へ進む。私たちはまだ第一段階すらもクリアしていないではないか。すべてを飛び越えるのは暴行に等しい。君は私を暴行魔か何かだとでも思っているのか。いや、そこまで固く考えなくてもいいと思うんだけど。もしかして君が先日から気に病んでいたのはその件なのか。私が暴行するのではないかと不安にさせていたのだとしたらすまなかった。そんなつもりは毛頭ないから安心していい。私はただ男女交際の第一段階として可能な限り共に過ごすべきだと考えているだけ。 I don't know whether to say ah or huh。 私は今研究が忙しい。そこで君に家へ来てもらっている。それだけのことだ。言葉を惜しんですまなかった。どうも調子が狂うな。昨日からの君は塩らしすぎる。私は別に喧嘩をしたいわけではない。君の意向を聞きに来たんだ。じゃあ喧嘩越しで話さなきゃいいのに。分かってもらえたならば行こうか。だってさ、行こう。まあこいつの固さっぷりだと身の危険は全く考えなくても良さそうだね。このままついていけばこいつの家の場所もわかるし、考えようによってはラッキーかも。 That's a good idea. Fantastically good idea. Car! へえ、都心のこの場所にこの家か。結構裕福な家なんだね。気にせず上がってくれ。今日も両親はいない。
trip with your parents. どう？君も来たことあるはずだし、何か思い出せそう？あ、意外。見て見て。机の上、観葉植物だらけだね。There's a lot of plants, actually. ふーん、もっと無機質な部屋かと思ったよ。もしかしたらこいつ、心の中は案外優しかったりして。ん？鉢にラベルがついてる。Vegetable juice, hamster food. あ？で、なんだこれ？何してんの？ど、隣のは？鳥の食べ物。一週間。はい。なん？なんだ？ヨーグルト層に何か異変でも起きてるか？ヨーグルトグラス？つば抜けたネーミングセンスだ。特に何もないようだが。では、適当に本でも読んでいてくれ。私はスライドの準備が遅れている。昨日今日と時間を浪費したからな。って、連れてきといていきなり放置？男女交際について勉強したって言ってたけど、ちょっと本気で勉強し直した方がいいんじゃないの？仕事だか研究だか知らないけど、これじゃあ記憶を失う前の君が切れたのはごく自然だと思うよ。はあ、まあいっか。今の君にはこいつを好きだった記憶そのものがないんだもんね。一応こっちはこっちで、あさってのバイトまでにマニュアルを覚えとかないといけないわけだし。ケントのことは気にしないで、勝手にバイトの勉強してよっか。I'm looking at the plant. あれは何ですか？ヨーグルトの草？ Does it make yogurt? あ、もうこんな時間なんだ。勉強したね。帰るか？帰ります。だってもう暗くなりそうだし。ねえ。何？今日は怒らないのか？一昨日と一体何が違うんだ？全く理解できないな。どういうこと？一昨日も似た状況だったのかな？だけど今日の君は怒ってないと。そりゃ理由は何にしろ記憶を失う前の君が怒ったのはきっとケントのこと好きだったからだよね。だって好きじゃなかったら構ってくれないとかメールがそっけないとかで怒ったりしないもん。はあ、そっか。記憶をなくす前の君はこいつが好きだったんだよね。申し訳ないけど一体どの辺が好きだったのかわからないよ。Is better than Toma. 君は昨日から本当におかしいな。The psycho killer is better than Toma. So, you know. At least the psycho killer is quick about it. 本当に君はこいつとどういう関係を築いてたんだろうね。喋ってくれない上に、そもそも付き合いの浅い彼から何か情報は引き出せるのかな。I wanna check his suspicion level. He's really smart and...perceptive, so curious if the if it's it's about the same as everybody else when it starts. 新しいメール。I forgot to mention this earlier, but I'm normally at the university laboratory on Wednesday. If you don't have any other plans, you can come by. Have you visited Seichi University before? It's near your house. You should be able to get there easily as long as you have a sense of direction. But if something happens, call me. Huh? 何も大学の研究室にまで彼女を呼び出さなくても。行ったところで昨日みたいに放置されそうだけどな。それにしても来たことがあったかって疑問形で聞くってことは君とは別の大学なんだね。教室と生徒の禁断ラブな線はなしか。いや、障害は少なければ少ないほどいいんだけど、それなら何の教え子なんだろうね。付き合うことになった経緯なんてきっと君にとって大事な記憶だろうし、ケントとの関係性はぜひもっと探っておきたいよね。じゃあとりあえず大学の研究室とやらに行ってみる？大学の名前は教えてもらえたから、前みたいにネットで調べれば自力でたどり着けるんじゃないかな。まあ家にいても刺激がないし、またバイトのマニュアル持ってってケントの横で読んでればいいよ。
That sounds like the most boring day ever. Reading a work manual. 1時間の後。よし、問題なくたどり着いたね。こんなに簡単でいいのかってくらい。ケントは研究室にいるって言ってたけど、何研究室なんだろう。付き合って1週間とはいえ、さすがに前の君もそのくらいは知ってたよね。Maybe, maybe not. 直球で何研究室にいるのとか聞いたらまずいよね。I mean, he asked us to call. 迷ったら電話しろって言ってたけど、電話したら確実にバカにされるし。He asked us to call, which means we probably don't know, so... ケントさんの、電話をかけてみよう。まあ、嫌味の一つや二つは覚悟して電話してみようか。あ、とりあえず何研究室とか聞かずに迷いましたって言えば記憶喪失は疑われないと思う。迷ったのか？まあ、そんなことだろうと思ったよ。今、君を迎えに行こうと思って下に降りたところだ。今どこにいるんだ？しばらくそこを動かずに。ここまで来て迷ったのか。私の研究室を知っている人間なら、その辺を。You told me to call you. Don't get mad at me for what you told me to do. 君は本当に頭の回転が悪いな。だが、君から頼られたのは、いや、電話をもらったのはこれが初めてかもしれない。君が道を聞く相手として、他の人間より私を選んだのなら、その判断は的確と言えるだろう。その、なんだ。行こうか。 He is so challenging and confusing. なんだよ、照れるなよ。てか付き合ってるくせにこっちから電話したの初めてって。It's kind of sad. メールの返信もしてなかったよね。なんなの？ケントが好きだったんじゃないの？二人して複雑だな、もう。Tell me about it, Orion. 入って好きにしてくれ。この部屋は数学科の院生以上が研究に使う共有空間なのだがな。実質的には私の私室のようなものだ。特に水曜は誰もいない。友人も好きに入り浸っている。君も楽にしてくれ。あ、やっぱり放置された。楽にしてくれって言われても、見るからに職場っぽいこんな場所でくつろげないよね。Get the books. にしても、ケントは数学科に在籍してるんだね。うん、そんな感じ。何の研究してるのかな？陰性以上が使うって言ってたから陰性以上なのは確実だよね。いろいろ聞いてみたいけど邪魔に思われそうな気もするね。バイトの勉強もしなきゃだし。どうする？話しかけてみる？ Yes. 話したいんですか？話？うん。君と私の間に何か有益な議論が成立したことがあったかな。サンプルがあれば聞かせてもらいたいが、私の知っている限り、君が拙い疑問を呈して私に時間を浪費させるか、口論になるかの二択だったと。ああ、もしや君の言っているのは議論ではなく会話ということかな。私も友人との間では議論に満たない雑談を交わすことがある。その類のものを要求されているのだろうか。びっくりだ、話が通じた。もしや君の不満というのは会話が不足しているという点だったのか。しかし会話というのは自然発生するものであって要求されてするものではないだろう。やぶから棒に会話をしろと言われても難しいが、そうだな、何でもよければ話をしよう。うん、これはせいぜい雑談程度の話だが、私の専門としている数学という学問は常々誤解されがちだが、純粋な数学論理のみを論じているとは限らない。実際、純粋数学の分野では論理と定理をいかに美的に構築するかという問題を重要視するが、私は否定的だ。私の興味は主に定理を利用して物理現象をどう定義するかという部分に集中しており、その手法として長く言えそうだね。This is not seem like a very fun relationship. ああ、疲れた。もう夕方だね。どうする？そろそろ帰る？って、いきなり立ちはだかるな。
でかくて怖いんだから。君はなぜ怒らない？なぜ文句を言わない？君の態度には疑問点が多すぎる。3日前の喧嘩の後、君に何が起こったんだ？もしかしたら君も私と喧嘩をすることに飽きたのではないかと思うのは私の勝手な考えだろうか。え？交際の第一段階は可能な限り共にいることだと聞いたが、では第一段階はどこで終了なんだろうか。共に時間を過ごすことで何が変わるのかわからないが、実際に君の態度は変わったようだ。これを私はどう捉えたらいい？もし君が私への気持ちを少しでも変えてくれたのなら、私は動く。動くと死ぬぞ。一休さん。誰？一休か。私の嗅覚も落ちたものだな。君の侵入に気づけないとは。僕の勝利だよ、ケン。何か家族に残したい言葉はあるかい？そうだな。私は精一杯戦ったと伝えよう。で、何なのこのノリ？I love these two so much together。あんた誰？さあ、答え合わせをしてみるがいい。君の数学パズルは解いてみせた。正解だ。腕を上げたな、一休。君のおかげでね、ケン。何なの？ケントの友達なの？あれ、この可愛い子誰？数学科の子？なんで黙るわけ？彼女は私が現在交際している女性だ。は？交際？何それ、真剣にってこと？また何かの実験とか研究とか観察とかじゃなくて？違う。はじめまして、僕は一輝。一休なんて味気ない名前で呼ばないでね、お嬢さん。おい、何をしている？見てわからない？君が焼き餅を焼くっていう、一世紀に一度あるかないかの事態を見てやろうとしてるんだよ。ねえ君、僕の目を見て。そう。Oh, did the eyes not work here either? 一休、それだけは許さないぞ。ええ、怖いな。ケン、僕の力は信じないんじゃなかったの？やっぱりいつも見てるだけあって心配なんだ。ねえ、君の彼氏はあんなに焼いてるみたいだけど、君はどう思う？僕の方がいいと思わない？何このナルシー君。ケントもあれだけど、こいつはもっとあれだよ。何の話ですか？何を言ってるも何も、前に話しただろう。こいつは自分のメガだな。ちょっと待って、何それ、聞いてないの？そういえばそうだな。嘘でしょ、本当に？ごめんケン、僕本気で口説いたらいい。いいわけがないだろう。あ、そう、じゃあいいけど。へえ、びっくりだな、聞かない子いるんだ。何言ってんだろうこいつ。聞くとか聞かないとか、何か催眠術でもやってたのかな。 I need to seduce her. Interesting, because in Iki's route, it was because we were so mad at our dad. 君、改めて紹介しよう。彼のことは前に話しただろう。私の悪友だ。自分の目に媚薬のような効果があると信じている。いや、本当にそういう効果があるんだけどね。全く聞かない子は初めて見たよ。But maybe it has more to do with the fact that Orion is with us? I don't know. あ、わかった。もしかして君、僕の目の力を跳ね返すくらい剣に惚れ込んでるんだね。ありえないな。で、なんでそこであんたが否定するんだ、ケント。彼女は私を嫌っているよ。いや、憎んでいるかもしれない。ん？ねえ、どういうことだと思う？ってあれ、聞いてる？君が私のことを嫌っているのは十分理解している。十分すぎるほどにね。いや、嫌いなどという言葉では生ぬるいか。もしかしたら私は憎まれているのかもしれないな。そう思えるね。What is this? A weird relationship. どうした？何？頭がクラクラする。ねえ、大丈夫？どうしたの？大丈夫？貧血か？無理をするな。
少しそのまま横になっていろ。すまない、嫌なことを思い出させたか。複雑そうな話だね。そうでもない、おそらく聞けば単純な話だ、特に君にとってはね。それじゃあ後で一杯飲みながらゆっくり聞こうか。そうだな。ちょっと待って、その話僕たちも聞かせてほしいですね。私も行きたいんですが、ダメでしょ。当たり前だ、君は未成年の上に今まさに貧血で倒れているところだろう。では私は帰り支度をするとしよう。君は良くなったら帰れ。はあ、話まとまっちゃった。仕方ない、今日は帰ろうか。帰ろう。はあ、今日はびっくりしたね。確信に迫る事実が聞けなかったのは残念だけど、でも記憶が蘇ったのは大収穫だよ。さっきめまいを起こす前に見えたのって君の記憶だと思う。突然過去のビジョンが映し出されたからショックでフラッと来たんだよ。きっと記憶をなくす前の君にとって強烈な印象のある出来事だったんじゃないかな。何しろ真っ白な記憶の中で初めて蘇ってきた思い出だもんね。私は君に憎まれているのかもしれないか。ケントは変なやつだけど、憎んだりしなきゃいけない理由って今のところ全然見当たらないよね。君ってケントのこと好きだったわけじゃないのかな。ケントは君といつも喧嘩してたっぽい口ぶりだけど、それってただの血は喧嘩じゃなかったのかな。まあとりあえず今日はゆっくり休もうか。明日から2時間バイトだしね。I like Iggy and Ken's route so much better. さあ、初めてのバイトの朝です。予習は十分かな？仕事の規則ややり方については、とりあえず一通りマニュアルを読んだよね。これでちゃんと中身を覚えられてれば、理論上は完璧にできるはずなんだけど、実際の仕事では予想外の事態も起こるだろうからな。Don't like you? I've never liked you. おはようございます、先輩。In any world. Actually, you're okay in the Iki world afterwards. 言っちゃった。先輩って呼ばれたけど、バイトの後輩かな？それとも学校の後輩かな？あ、裏道に入っていった。あれ？あそこにこのビルの裏口っぽいのがあるよ。そうか、きっとあそこが従業員用の入り口なんだよ。よし、あの子に続け。She actually, I mean, she was actually okay in the Iki route. 今日は二人とも遅かったね。I'm just gonna like cringe. おはようございます。No. 後ろに花飛んでそうな愛想の良さ。ちょっと、この子さっきと態度違いすぎじゃない？なんだか知らないですけど、先輩ってば入り口でぼーっとしてたんですよ。まあ、何か店長にどやされる理由でもあるんじゃないですか？そっか。それは気の毒にね。若さんに怒られると俺でも肝が冷えるよ。He seems pretty chill in this one. 私なんかあの無言の圧力をかけられるたびにバイト辞めたいって思いますね。確かにね。な、わからないことがあったら若さんに見つかる前に俺に聞くんだよ。それから怒られてもあまり気にしないように。はぁ、あ、トーマさんってば本当優しいですよね。 No. You don't want it. 私がわからない時もどうぞよろしくお願いします。 You don't want it. もちろん構わないよ。でもミネには少し過剰に頼られてる気がするな。あ、バレてました？若さんに聞きづらい気持ちはわかるけど。こっちの男って前ケントと会うためにここに来た時声かけてきたやつだよね。名前トーマって言うんだ。なんだか優しい感じのやつだね。この子はミネか。可愛いけど100枚くらい舌を持ってそうだね。話題の若さんっていうのは二人の上司っぽいし、こないだの店長のことかな。 I mean, he was okay in Iki's route. ここにいたんですか、店長。あー、着替えですね。ごめんなさい、すぐ着替えてきます。 Are you so weird this route? 無言の要求を読み取った。ははは、
仕込みですね。行ってきます。君にも同じ読み取り能力が求められるんだろうか。とりあえず着替えてこよっか。ミネの真似すれば着替えも大丈夫だよね。 Avoid eye contact at all costs. へえ、これが制服なんだ。メイドって言っても和製メイドって感じ？うん、君よく似合うよ。その格好でニコニコしてれば多少失敗してもきっと笑って許してもらえるはず。女の子の特権だね。よし、それじゃあ勉強の成果を試してこようか。あ、あれ、これ確かマニュアルに書いてあった気がするけど、なんだったっけね。ねえ、覚えてる？何？何やってるんですか、先輩。ギク！うわ、先輩、そのミス、ちょっとバカっぽいですよ。What is your problem? 結構勉強したのに。昨日、ケントの長話に付き合って、マニュアル読めなかったのがかなり響いてるかも。もう店長のお叱り決定みたいな。What is your problem? 大丈夫、君は君なりにちゃんと頑張ってるよ。Just don't like you. Ever. You're always just a brat. 終わった。うん、記憶のない身で君はすごく頑張ったと思う。でもちょっと店長を怒ってるっぽいね。なぜ前より悪くなっている？すみません。とりあえず謝っておこうか。なぜだ？Oh, God, you're closer! もう一回マニュアル勉強し直そうね。このままじゃ呪い殺されそうだよ。記憶喪失になったくらいで殺されたくないよ。I love his personalities. やっと怒られてる。うん、頑張ろう。ミネ、go away, stupid ミネ。ミネにこれ以上バカにされないためにも。それにしても、今日は疲れたね。ま、当然だよね。記憶がないのにバイトなんてさ、無理難題だよ、本当。ごめんね、大変なことさせて。でも君、すっごく頑張ってたと思うよ。少なくとも、ちょっと調子が悪かった程度にしか疑われなかったもん。あれ、メールだ。I have to click because it always slips through these.お疲れ様。Hey, it wasn't good night! これって、バイトから帰った時間を見計らってメールくれたんだよね。うわぁ、おはよう、おやすみと同じ一言メールなのに感動だよ。どうしちゃったの、ケント。突然乙女心が分かっちゃったの？どうする？なんて返信する？ Oh, he did go out with Iki.ケントもお疲れ様。これは何ですか？でもありがとう。嬉しい。うわ、わかりにくいけど、向こうもかなり喜んでるね、これは。でも、優しくしすぎてちょっと疑われた？だけど。うん、じゃあ返信はこれで OK だね。でもケントのやつ、できる限り共に過ごすとか言ってたけど。木金土のバイトが終わるまで会えないのかな。あいつのことではまだいろいろわかんないことあるのにね。ま、とりあえず今はいっか。明日もバイト頑張ろうね。頑張ろう。 Alright, let's save it and check our stuff. That's it.Check. This went up. Also went up though. Definitely went up though. I
don't sometimes, I mean, like in Shin's route, this was at the top from the beginning, but it didn't really seem to have an effect. So I don't know. In Iki's route, it did. Like one that was a bad ending. Okay. In any case, we're going to stop that here for today. So thank you guys so much for watching. And we will continue this later. Au revoir.